はい、こんにちは。中学受験さくらチャンネルの滝川直樹です。今日はね、中1の国語の教科書をね、詩を一つ読んでみましょう。草野心平さんのカッパとカエルという詩です。この中学受験さくらチャンネルは、これだけで中学受験できますをコンセプトに作っているチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。では早速やってみましょうね。詩です。カッパとカエル。草野心平。ルンルンルルンブルルンブルルン、ツンツンツルンブツルンブツルン。カッパの皿を突き滑り、ジャブジャブ水をジャブつかせ、顔だけ出して踊ってる。ルンルンルルンブルルンブルルン、ツンツンツルンブツルンブツルン。大カッパ沼のぐるりの山は、ぐるりの山は息を呑む。足だの手だの振り回し、月もジャボジャボ湧いている。ルンルンルルンブルルンブルルン、ツンツンツルンブツルンブツルン。立った水の上、カッパがいきなりブルルッと立ち、天のあたりをねめ回し、それからそのまま。ルンルンルルンブルルンブルルン、ツンツンツルンブツルンブツルン。もうその歌も聞こえない。沼の底から泡がいくつか上がってきた。ウサギとキネの旧火山などもはっきり映し、月だけ一人動かない。ぐぶーと一声、カエルが鳴いた。カッパとカエル。草野心平。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。